でもうちょっと話進めてね。いいかい。人間ってね、顕在意識で生きてるんだけど、膨大なる潜在意識があるんだよ。これを変えちゃえばいいんだよ。要するに過去の記憶で姉さんの考えが出てるんだよ。今の考えは過去の記憶からの過去の経験の積み重ねで今があるんだよ。わかるかな。いいかい。するとね、出世できなくて金持てなくて女に持てないとかってあるとするじゃん。いいか。そんな、わかりやすいところで言うと、まあ、彼氏がいないとするよな。いいか。その時にな、彼氏がいなかろうが仕事がうまくいかなかろうが、潜在意識におかしいって入れちゃえばいいんだよ。おかしいんだって。ね。だから、姉さんは、ね、俺に比べ全然金持ってねえんだよ。いや、おかしいんだよ。だって同じ血が流れてて、同じ兄弟なんだよな。わかる？ね。で、俺より先に生まれてんだから、俺より金持ってたっていいんだよ。と先に生まれたんでしょ？それがないんだよ。で、なぜないんですかって言った時、ないことを不思議だと思わないんだよ。わかるかな？俺ね、これね、なんていうのかな。潜在意識ってね、変わっちゃうととんでもないことができる。ね、だ私たちみたいに可愛いのに彼氏がいないのはおかしいんだと思っちゃうけど、ね、ところがおかしいと思わない人ってのはおかしいと思わないような人と付き合ってんだよ。わかる？例えばなんていうの、あ、お姉さんがクラス会やろうとするじゃん。で、クラス会やろうとしたとき、じゃあ1万5000円でどこかのホテルでやろうって言ったとき、1万5000円出すのが大変よって言うと大変だような気がするんだよ。だけど、この年だって1万5000円持ってないのはおかしいんだっていう考えになった方が正当なんだよ。そうすると脳はおかしいんだってことになると変えようとするんだよ。わかるかな？例えば、うちの仕事してて、うちのものを仕事してるってことは、同じものを同じ値段で売ってんだよ。と、月に500万円売る人と5万円しか売れない人がいるんだよ。わかるかな？そうすると、同じものを売ってて5万円と500万円はおかしいんだ。これ私は、自分が5万円しか売れなかった時、私は絶対おかしいんだと思うと、自分のおかしいとこが見えてくるんだ。そうすると500万売ってる人はこことここが違う。あ、ここは変えようってことなんだよ。ところが人っていうのは5万円しか売らない人ってのは5万円の人と必ず付き合うんだよ。で、おかしいと思ってないんだよ。わかるかな？おかしいと思っちゃえばいいんだよ。で、思うと脳は勝手に思い出すんだよ。俺ね、昔ね、すごいこと言われたことあった。これテープ後でカットしてね。で、取りやすいように一回ポチをしてくれるね。もうお父さんに会ったら、斉藤君若い時はね、年寄りの人とか、ほら事業で成功してる社長たちいっぱいいるから、そういう人とお付き合いして、はいはいっつってお話を聞かせていただいたら、若い時はお勘定だけ払ってればいいんですって言うんだよ。パッと言ってお勘定だけ払いなさいって言うんだよ。金がないとか思ってないんだよ。金があるのが当然だと思って、ここが違うんだよ。これ考えてることのここが違うんだ。で、俺はその時から俺がおかしいんだと思った。この人たちおかしなこと言ってるって言ったらダメなんだよ。成功者が言ってることが正しいんだよ。それからじーっとこうやって見てたら俺の方がおかしいんだよね。とね、いろんな成功者と成功してない人間と見てると違いがあるんだよ。
で、それを正しい方向に持ってく方法がおかしいんだと思えばいいんだよ。で、姉さんだって斎藤一人の姉で金持ってないなんておかしいと思っちゃうよね。と、潜在意識ってね、とんでもないもの、牽引の法則っていうのがあるんだよ。引っ張ってくるんだよ。今縁がなかろうが。ね。でね、物っていうのは、私たち兄弟はね、こんなに可愛い上にちっちゃい時からこんだけ苦労してんだから、普通の人と同じぐらいの幸せじゃおかしいんだって。そうやって、そう思わないと、今の現状が続くような男が出てくるんだよ。ところが、これおかしいぞって なると、違うものを呼び寄せてくるんだよ。で、この世の中で変えられるのは自分だけなんだよ。で、なぜ自分が変わらないんですかって言うと、おかしいぞ。で、この前実は、この腰の話してた時に、花江ちゃんが腰が痛い、ずーっと腰が悪かったの。で、筋肉が足んねんじゃねえか、いろんな、だけど、俺より運動してんだよ。で、健康食品も飲んでんだよ。で、健康食品も飲んでて運動してるのが腰が痛いのは、これおかしいんだよ。絶対何かがおかしいんだ。うまくいかないときは自分が何かおかしいんだよ。ね。それで、じゃあ運動やった、食べ物もやった、それ以外に何かがあるんだよ。あのね、よく、理屈通りにやってもうまくいかないってこと。理屈通りにやってうまくいかないの。理屈が必ず間違ってんだよ。理論が正しいものは現実にも絶対正しいんだよ。だから現実にうまくいかないのは必ず何か間違いがあるんだよ。で、ここのとこ最大の間違いが分かったんだよ。それは脳という、体というのはお姉さんを守るものにあると思ってたんだよ。そしたら脳は違うんだよ。自分を守るために痛みを出すことが分かったんだよ。だから、この道具をうまく使いこなさないとえらいことになるんだよ。その代わり、自分の脳とか潜在意識を自分の思いのままに使えるようになってくると、とんでもないことが起きるんだよ。要するに脳はごまかして怠けようとするんだよ。おかしいって言う、始めれ。おかしいって。俺が一番最初。俺16の時は商売してんだよ。その俺が金持ってないのおかしいって。確かにそうなんだよ。だってプロなんだもん。ね、相撲取りだってボクサーだってプロだよ。で、プロがその辺で乗されてたらおかしいじゃん。それと同じで、ね、アキンドの俺が、アキンドってお金儲けのプロだよ。そのプロの俺が、ね、いいな、サラリーマンとしてボーナスもらえてって言ったらおかしいんだよ。で、おかしいんだって自分で気がつかないと絶対に無理なんだよ。で、うちの仕事やってる人なんかに、あんたらお金持ってないのおかしいと思いなって。思わないと永久に持てないんだよ。持てないような状態を持ってくるんだよ。で、人間の体ってのは、殻っていう意味なんだよ。胃が痛いのってのは、胃がここにあるのが分かっちゃうってこと自体がおかしいんだよ。腰を意識するってのは腰が痛いからなんだよ。本当は健康な状態になってくると、空なんだよ。だから重さをすら感じないんだよ。空の体が重いとかってのはおかしいんだよ。わかる？怠けようとしてるものがあるんだよ。脳は何かにつけて怠けようとするんだよ。これを怠けさせちゃいけないんだよ。で、おかしくないと思わせようとするんだよ。わかるかな？周りにもそういう人置くとか、ね、こんなもんでいいんじゃないのとか、ね、人生諦めちゃうみたいな、そういう、なんつうのかな。頑張らない方がいいようなことを言うんだよ。ところがそうではないんだよ。で、頑張ってる方が実は楽しいんだよ。高校野球でもなんでも頑張ってっから応援が出るんだよ。頑張んないで応援なんか出ないんだよ。ね。わかるかい？ね。斎藤一人という人間も頑張るんだよ。黙々と今だってタダだとか喋ってんだよな。わかるかい？俺教えたいんだよ。だって俺のお弟子さんは成功したんだもん。ね。しげちゃんだっておかちゃんだって寺田の社長だって俺の言った通りやったら成功したんだよ。
で、なんでこんなことができるんですかって言って、脳と潜在意識を使うと起きる現状が違ってくるんだよ。あ、いいか。あのな、強運って今本書いてんだけど、俺は大強運なんだよ。強いんだよ、運が。で、どういうふうにしたらそうなるんですかって言うと、強運とは